同じ日に音が揺れない心が揺れる聞かせてください。アクシア UPS 誕生。アクシア。リンゴはリンゴのお酒に、ブドウはブドウのお酒になるのであった。おいしいよ、サントリーリンゴのお酒とブドウのお酒。新しい人に、健やかな時代に、気持ちいいセダンできました。ホンダロマーニ誕生。週末はお近くのホンダクリオへ。今週のショービズラインナップ、まずはじめいつものように全米映画興行成績ベスト10。デ・ニーロ共演の新作で新たな役柄に挑んだ売れっ子ビル・マーレー。ひねりの効いた社会派コメディ、エイム・サンド・アンドリューの映画批評、そしてその主演コンビ、ニコラス・ケイジ&サメール・エル・ジャクソン。コーエン兄弟の最新作ザ・カルサッカープロクシーの撮影現場レポート。パソコンによって作られた新時代の SF 番組バビロン5。家族との別離を乗り越え、前向きな新作と新たなツアーの構想を語るスティング。そしてアメリカの最新チャート、3月13日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は技術が作る高度な触れ合い、ソシオテックの三菱電機とセーラムの提供でお送りします。ショービズ。セラムオープン93 in 大阪。ナンバーワン、ジム・クリエ。フットワーク、マイケル・チャン。スピリット、ジミー・コナーズ。大阪沸騰、ATP 公認、セラムオープン93。タラバガニは大量に買い付けた。至急売りさばき先をリストアップしてほしい。もしかしてミス？まさか。2日あれば大丈夫だろ。まあ今すぐ分かるわよ。三菱のグレを入れたのよ。助かった。とすると今日中に船に積み込みやろう。うん。他社を出し抜ける。うん。部長に俺の株が上がる。うん、うん、楽勝。ビジネスに楽勝。三菱戦略オフコングレオ。三菱。9日に行われたソウルトレインミュージックアワードにマイケル・ジャクソンが車椅子姿で出演しました。マイケルはこのショーのリハーサル中にくるぶしを痛めてしまいましたが、ベストリズム&ブルースシングル賞と男性ベストアルバム賞を受けたマイケルは受賞曲リメンバー・ザ・タイムを車椅子姿で見事に歌い切り、スタンディングオベーションを受けました。ポップ界の貴公子プリンスが実に5年ぶりのアメリカツアーを開始しました。8日フロリダ州でスタートしたこのツアーで、プリンスと彼率いるニューパワージェネレーション、そして多数のダンサーたちがステージ上に感動的なプリンスワールドを展開しました。ツアーは5週間にわたり10都市で行われますが、ニューヨークのラジオシティミュージックホールでの3日分のチケットは発売から27分後には売り切れました。先週末、全米監督組合賞が発表され、大方の予想通り許されざる者のクリント・イーストウッドが栄冠を手にしました。これで初のオスカー受賞に王手をかけたイーストウッドですが、古巣の西部劇で評価を受けたことにやや複雑な喜びを感じているようです。I've always been a fan of westerns, and I made my mark in the motion picture business with the western genre. So it's ironic that this comes around with this particular type of film.
今週の10位、初登場スイングキッズ。30年代ドイツ、ナチスの台頭を前に決断を迫られる少年スイングバンドを見つめる感動ドラマ。主演は今を生きるのロバート・ショーン・レナード、共演バーバラ・ハーシー。9位、アラジン。16週目でついに3ランクダウン。劇場数の減少を思えばむしろ健闘と言いたいディズニーアニメーション。美女と野獣のアラン・メンケンと今は亡きハワード・アシュマンの音楽も冴えます。8位、サマーズビー。こちらも上演関数の縮小で3ランクダウンのラブドラマ。南北戦争で消息を絶った夫の突然の帰還。果たして彼は別人なのか。揺れつつ新たな愛に目覚める妻にジョディ・フォスター。7位、初登場ベスト・オブ・ザ・ベスト2、砲台帝王伝説。死んだ友の復讐を誓って殺人バトルに臨む空手コンビ。流血症に怒りの鉄拳が燃えます。主演エリック・ロバーツ、共演クリス・ペン。6位、初登場エイモス&アンドリュー。黒人を見たら泥棒と思え、そんな偏見がまかり通る高級リゾートアイランドに黒人作家が別荘を持ったからさあ大変。人種差別を風刺するバディコメディ。主演サミュエル・ L ・ジャクソン。5位、初登場マッド・ドッグ&グローリー。ロバート・デ・ニーロ、ビル・マーレーががっぷり四つの取り組みを見せるコメディドラマ。連続殺人鬼を描くヘンリーで脚光を浴びたジョン・マクノートン監督の新たな面にも乞うご期待。4位、ホームワード・バウンド。続々の新作を尻目に上位をキープ。動物ものの強さを見せつけたファミリーアドベンチャー。お家を目指すペットたち、その声をマイケル・ J ・フォックス以下豪華スターが担当しました。3位、ザ・クライング・ゲーム。上映館大幅拡大も手伝って15週目でワンランクアップのラブ&ポリティカルサスペンス。オスカー目指すラストスパート強力です。監督はモナリザのニール・ジョーダン。2位、グラウンドホックデイ。復活ビル・マーレーのトップ5、2本目の主演作。限りなく繰り返す2月2日にハマったお天気おじさん役で笑わせます。共演はグリーンカードのアンディ・マクダーウェル。監督ハワード・レイミス。1位、フォーリングダウン。2週目もトップに輝いた社会派バイオレンスアクション。職も家庭も失った男の不満がいきなり爆発。その男凶暴につき印の暴走は止まりません。主演は氷の美少のマイケル・ダグラス。監督ジョエル・シューマカー。今週もトップに輝いたフォーリングダウンは危うく遅れ入りを免れた逆転ヒット作の一例です。多くのアクション映画同様、フォーリングダウンには発砲シーンが山とありますが、他の映画と異なり、ここには観客が感情移入できるヒーローがいません。いるのは怒り狂って暴力に走る失業中の普通の男です。あらゆる人に拒否されたフォーリングダウンはテレビ映画として HBO に売られる寸前のところでワーナーブラザーズに拾われました。同社はこの一作にヒットの可能性を見出した唯一の映画会社でした。単なるアクション映画ではなく、メッセージ性を織り込んだ活劇を目指した監督ジョエル・シューマカーは、映画がデトロイトを舞台にしたものであれば、防衛産業の代わりに自動車産業の失業者を主人公にしたはずと言います。その意味でマイケル・ダグラス扮する主人公の行動を許さなくても観客は理解し、また不況下で鬱積した不満を彼越しに晴らしているとも言えそうです。今週第2位のコメディグランドホッグデーでスランプを出したビル・マーレーのもう一本の新作マッド・ドッグ&グローリーが先週末封切られ、見事5位に食い込みました。デニーロと顔を合わせた映画で彼は意外な役を演じます。映画でマーレーが演じるのはマッド・ドッグでもグローリーでもなく地元のギャングフランク・マイロ。マッド・ドッグはロバート・デ・ニーロが演じます。狂犬とは程遠い性格のために、逆にマッド・ドッグと呼ばれるこの男は警察好きの写真家ですが、偶然フランクの命を救い、おかげでウマ・サーマン扮する美女グローリーをお礼にプレゼントされることになります。 I love her. You love her. I own her.
In this one, I get to be the straight, scary guy, and he gets to be Mr. Sunshine. We were both doing it, you know, a switch on what we normally do. 今回の共演はデニーロが直接マーレーに話を持ちかけ実現しました。意外にも2人は良き友人同士なのです。We've known each other about 10 years. It took a pretty long time to become friends. We just kept bumping into each other, and we'd have these sort of kind of conversations, and we'd get longer and longer, and found out we had more things in common, and that we'd talk about work, and you know, you get to know people by who they, what they say they like, and what they respond to. If you don't want to do anything, that's okay with me. I'll go with that. Okay, I don't want to do anything. Good. No.It's okay. Now, I've talked to him, Robert De Niro, a couple times in interview situations, and he's a very shy person, at least to us who he doesn't really know. And that's without this coat on, that's too, right. Well, yeah, it probably opened right up if he was. Maybe. But, you know, I couldn't help but watch his movie and think to myself, you know, that seemed more like what he'd be like if you got to know him personally, this character he played. He is a much gentler person. He has a very soft side to him. He's a very nice guy. Bill Connors! Ned! それではマーレーはどういう人物なのでしょう。現在興収トップ5には2本のビル・マーレー主演作が君臨し、絶好調を裏付けています。先週末公開され興行成績第6位に飛び込んだ新作エイモス&アンドリューの映画批評をお送りしましょう。映画は人種的偏見が作り上げたステレオタイプを逆転させ皮肉な笑いを提供することを目指していたようです。エイモス&アンドリューは人種差別を扱った深みのない社会風刺コメディです。映画はサミュエル・ L ・ジャクソン扮する黒人作家アンドリュー・スターリングが上流階級御用達の島に別荘を買ったことから持ち上がる騒動を描きます。騒動は偏見の強い隣人たちが警察に通報して引き起こされます。混乱を避けるべく警察側が送り込むのが少しピントの外れた囚人エイモス・ホーデル。ちょっと軽めの脳みそを持つこの囚人をハネムーン・イン・ベガスのニコラス・ケージが演じます。 I hold a PhD in cultural anthropology. I teach, I lecture, I produce and direct. I'm also the author of a Broadway play, now a motion picture. What's it called? Yo, brother, where art thou? Yo, brother, where art thou? Never heard of it.Or maybe you've heard of the Pulitzer Prize. You won that? I did. How much you win?もちろん2人は手を組むことになります。初めは必要に迫られて、しかし映画が終わる頃には真の相互理解も育っていきます。My father made it in the white man's world. He wanted his son to make it in the white man's world too. But don't you for one secondThink that I've forgotten who I am or where I come from.問題は一様に誇張された脇役たち、そして第3幕、いえ第3幕が存在しない点にあります。脚本監督のイーマックス・フライの創造性はエンディングクレジット以前に突き果てています。それでもエイモス&アンドリューにはいくつかの名場面があり、主演コンビの演技は楽しめます。典型的相棒コメディの枠をはみ出しつつも、ハリウッド映画でおなじみの手法を90年代に応用したエイモス&アンドリューの2人の主演スターに聞きました。笑いと風刺を聞かせたこの新作で、黒人作家アンドリューは高級リゾートの別荘での第一日目に人種差別と人違いの犠牲になります。People's attitudes about people who don't have the haves and have nots. It speaks to preconceptions about various ethnic groups and individuals. Thanks to you and those two idiots in there, we near killed a man in his own home.騒動の真相をつかんだ警察本部長はニコラス・ケイジ扮する小悪党エイモスに助けを求めます。These issues have been approached from the serious, heavy-handed point of view in movies, and it doesn't seem to, nobody seems to be going or
listening, so maybe it's time to try it in a different format. I can look at this dog and tell he doesn't like black people. How do you hope people will talk of this film? The first thing they'll say is, it's a funny movie. And then they'll say, it's a funny movie with a message. Or then they'll start to say, because there'll also be an element who will say that the film dealt with a serious subject too frivolously.しかし、ロドニー・キング裁判の判決に端を発した LA 暴動と同じように撮影された映画の暴動シーンに軽薄さはありません。It left a very creepy feeling on the set, you know, that the movie was imitating life. We were all concerned about the state of the American mind that, or that jury's mind that could come in with a verdict like that.Which meant that maybe we were doing something that was, you know, timely, but what was the point? Movies are very powerful. Movies affect people. They learn from movies. They get their mind off their problems. So then I wanted to do a socially relevant comedy. Talk about the sky falling. Serum Open 93 in Osaka. Number one, Jim Courier.Footwork, Michael Chan. Spirit, Jimmy Connors. Osaka Futo, ATP Conin, Serum Open 93. リホの楽ちん生活。夜ビデオ見る。テレビデオだからすぐ見れる。はあ、楽ちん楽ちん。朝テレビ見る、オートターンで寝たまま見れる、はあ、楽ちん楽ちん。こっち向き三菱テレビデオ楽ちん館21新登場。 G コード予約もできる。三菱。 What are you looking at, sir? I'm looking at you, miss. You've done everything you can do. Stay yourself. You stay alive.ラスト・オブ・モヒカン。命は愛のためにある。ショービズ。ミラーズ・クロッシング、バートン・フィンクとオフビートな改作で知られるコーエン兄弟、その新作「ザ・ハット・サッカー・プロクシー」ではポール・ニューマン、ティム・ロビンスがユニークなコメディ演技に挑んでいます。ノースカロライナでの撮影風景をお届けしましょう。And Mark Shearer has a story. Say, buddy, where'd you get the new jug? Say, buddy, held old bucket butt like his blue lettuce. 映画は会社のメール係から突然社長に昇進するノア・ビル・バーンズを中心に展開します。ティム・ロビンス扮するこのにわか社長はビジネスの才能を買われたわけではなく、会社の株を守るために選ばれた付け焼き場の代理人にすぎません。 This guy is really just a, you know, he's a lovable galoot, you know, just this innocentguy from a small town that wants to make it big in the big city, and is made a proxy, is made a pawn of a major corporation that wants to make him look bad. この間抜けな男をカモにしようと企てるのがポール・ニューマン扮するハッドサッカー社のナンバー2です。 He's a typical 1950-something industrialist and manipulative and in the end he loses. 主演のロビンスもニューマンもハッドサッカープロクシーに出演したのは、役柄の面白みに加え、これが赤ちゃん泥棒バートン・フィンクを生んだ兄弟チーム、イーサンとジョエル・コーエンの新作だったからといいます。 You really didn't have to do this. Who I think are really original filmmakers and the eccentric way that they have of telling a story and the possibility of departing from the kind of stuff that I do normally. After I finished The Player, then I was thinking, well, what would be the, you know, what would be the best job after this one, you know? And the first person, people on my list were the Coen brothers. They have a real unique vision and are constantly surprising in what they do.
I'm always surprised when I see their films. I never expect what's around the corner.ハッドサッカープロクシーが全米で封切られるのは今年のクリスマス頃になる予定です。先日試験放送が行われたスペースアドベンチャー番組バビロン5は全米で上々の視聴率をマークしました。ニールセンの調査によれば15地域のテレビ市場で同作はかなり高い数値を示し、新シリーズに格上げされる可能性も濃厚です。ヘビーな特殊メイクをまとった彼は別世界に足を踏み入れようとしています。世界の果てバビロン5の世界にようこそ。The cell line was Casablanca in space, where travelers, refugees, smugglers, diplomats, businessmen, traders, mappers, those on missions of urgency come to Babylon 5.ケーブルテレビではすでに宇宙ステーション番組ディープスペースサインの放送が始まっていますが、バビロン関係者に不安はないようです。バビロン5のキャラクターはライバル番組と比べよりダーティーでリアルです。また特殊効果の面でも実験的、挑戦的な姿勢を打ち出し、違いを強調していく構えです。This is the first time anybody has attempted really to do the effects for an entire TV show just on personal computers. It runs probably about a quarter of the cost of doing it in traditional terms.この特殊効果は比較的シンプルなデスクトップパソコンでデザインされ、ビデオトースターと呼ばれる低価格のグラフィックスプラットフォームで実現されます。生み出される効果は前例のないものです。With an inspiration from the covers of science fiction novels, where you always have these colorful massive spaceships and glorious nebulas and things like that, we wanted to try and incorporate that because you've never really seenthat done in a moving environment before. 特殊効果、セット、舞台が揃っても番組が放送されないのでは意味がありません。バビロン5の命運は現在交渉中のこの一点にかかっていますが、視聴者の支持が集まればケーブルテレビで放送される第2のスペースアドベンチャー番組となるはずです。科学技術の脅威と注目されるバビロン5が一日も早く軌道に乗ることを祈りましょう。